ロバートリー・ロイ・ジョンソンは、アメリカのミュージシャン。アフリカ系アメリカ人。伝説的なブルース歌手として知られ、同時代の多くのブルースのみならず、その後のロックなどに多大な影響を与えた。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第5位、2011年の改訂版では、第71位。ミシシッピ州クラークスデールに位置する、 国道161号線と国道49号線が交わる十字路。ここでジョンソンはブルースのテクニックのために悪魔に魂を売り渡したと言われている。1911年、ジョンソンはミシシッピ州ヘイズルハーストに生まれた。父親はチャールズ・ドッツ・ジュニア、母親ジュリア・ドッツだったが、ジョンソンは実は母親の浮気相手。 ノア・ジョンソンとの間に生まれた子供だった。10代の頃に、本当の父親の存在を知った、彼は、ジョンソン姓を名乗るようになった。1929年、まだ16歳だったバージニア・トラビスと結婚。バージニアは見ごもるが、翌1930年、出産の際に、子供と共に死去。アコースティックギター一本でブルースを弾き語りして、アメリカ大陸中を渡り歩いた。 当時の聴衆はギターのテクニックが巧みなのに驚き、十字路で悪魔に魂を売り渡して、その引き換えにテクニックを身につけたという伝説が広まった。これがジョンソンにまつわるクロスロード伝説である。1936年11月、テキサス州サンアントニオで初めてのレコーディングセッションに臨み、3日間で16曲をレコーディングした。 1937年6月には2度目のレコーディングのためにダラスに赴き13曲を残している。生涯に残したレコーディングはこの2回の合計29曲だけである。翌1938年8月16日、27歳で死去。そのシーンについてはダンスパーティーで知り合った人妻と不倫をしたため。 夫により飲み物にストリキニーヌを盛られて毒殺された人妻とのジョージを夫に目撃されその場で視殺されたなど諸説あり不明であるジョンソンの妹は病死だったとしているが上記のクロスロード伝説ではジョンソンの命を奪ったのは悪魔であると語り継がれているまた亡くなったミシシッピ州グリーンウッドの役場に提出された死亡届には死因に ノードクトルとだけ記載されており、このことも謎めいた推測を増長させる要因となっている。ちなみにその年の暮れ、その事実を知らなかったプロデューサーのジョン・ハモンドがカーネギー・ホールでの開催を予定していたスピリチュアルとスイングコンサートにジョンソンを出演させるため探し回ったというエピソードが残っている。1961年にジョンソンのレコーディングが LP キング・オブ・デルタ・ブルーズ・シンガーズでリリースされ、ジョンソンの音楽は再び注目を集めるようになった。1989年には初めて、ジョンソンの写真が公開され、話題を呼んだ。そして翌1990年には、これまで未発表だった別テークも収録した、ザ・コンプリート・レコーディングスがリリースされた。このジャケットに使われていた写真は前年公開されたものとは別のもので、 これもここで初めて披露されたものであった。2007年、ジョンソンがミュージシャンのジョニー・シャインズと共に写っている写真が発見され、数年にわたる鑑定の結果、2013年2月にジョンソン本人と確認された。2011年にはザ・コンプリート・レコーディングスをリマスターしてザ・コンプリート・レコーディングスに未収録だったトラベリング・リバーサイド・ブルーズの別バージョンも収録した。 ザセンテニアルコレクションがリリースされた。ザコンプリートレコーディングスと比較するとノイズが増えたが音質が向上した。ジョンソンは他に一人の息子を設けている。ありがとうございます。